キーワード聞き流しで覚える中学受験地理をご視聴いただきありがとうございます。日本の交通、新幹線、リニアモーターカーを聞き流しで覚える動画です。それでは早速始めましょう。東海道新幹線日本で最初の新幹線は1964年に開通した東海道新幹線です。当時の世界最高速度 210km で、東京駅と新大阪駅を約4時間で走行できたので、夢の超特急と呼ばれました。新幹線は日本各地に建設され、現在も建設中、計画中の新幹線もあります。長距離を短時間で移動できるようになりましたが、並行する在来線の本数が減ったり、廃止されたりして、不便になってしまった地域もあります。ミニ新幹線。 ミニ新幹線とは、在来線を新幹線の車両が走れるように改良した新幹線のことを言います。新幹線の建設には、長い建設期間と多くの建設費用がかかるため、建設期間や費用を抑えるために、在来線を新幹線の車両が走れるように改良した、ミニ新幹線方式で建設された新幹線もあります。秋田新幹線、山形新幹線、 ミニ新幹線方式で建設された新幹線は、秋田新幹線と山形新幹線です。超電動リニアモーターカー。現在建設中の次世代の新幹線は、超電動リニアモーターカーです。磁石の力で車体を浮かせて走ります。最高時速は 500km 以上で、東京と大阪を約1時間で結ぶ計画の新幹線です。東海道新幹線。 東海道新幹線は、東京駅と新大阪駅を結ぶ新幹線です。東京、名古屋、大阪という、日本の三大都市を結び、毎日多くの人を輸送する日本の大動脈です。東海道新幹線の列車名は、のぞみ、ひかり、こだまの3種類です。山陽新幹線。山陽新幹線は、新大阪駅と博多駅を結ぶ新幹線です。 大阪、広島、博多などの山陽地方の都市を結びます。山陽新幹線の列車名は、のぞみ、ひかり、こだまの3種類です。東京駅と博多駅の間を直通する列車も運行されています。九州新幹線。九州新幹線は、博多駅と鹿児島中央駅を結ぶ新幹線です。博多、熊本、鹿児島などの 九州地方西部の都市を結びます。九州新幹線の列車名は、水尾、桜、つばめの3種類です。新大阪駅と鹿児島中央駅の間を直通する列車も運行されています。西九州新幹線。西九州新幹線は、武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ新幹線です。2022年9月に開通しました。西九州新幹線の列車名は、 かもめです。東北新幹線。東北新幹線は、東京駅と新青森駅を結ぶ新幹線です。福島、仙台、盛岡などの、東北地方の都市と首都圏を結びます。東北新幹線の列車名は4種類で、はやぶさ、はやて、やまびこ、のです。北海道新幹線。北海道新幹線は、 新青森駅と新函館北斗駅を結ぶ新幹線です。今後、札幌まで延長される予定です。北海道新幹線の列車名は2種類で、はやぶさ、はやてです。上越新幹線。上越新幹線は、東京駅と新潟駅を結ぶ新幹線です。上野、大宮、高崎などの都市を結んでいます。 上越新幹線の列車名は2種類で、時、谷川です。北陸新幹線。北陸新幹線は、東京駅と金沢駅を結ぶ新幹線です。上野、大宮、長野、富山など、上新越、北陸地方の都市を結んでいます。今後、大阪まで延長される計画です。北陸新幹線の列車名は4種類で、輝き、 白鷹、浅間、あま、です。秋田新幹線。秋田新幹線は、東京駅と秋田駅を結ぶ新幹線です。東京駅から盛岡駅までは東北新幹線に乗り入れ、盛岡駅から秋田駅までは、在来線を走るミニ新幹線です。秋田新幹線の列車名は一種類で、小町です。山形新幹線。山形新幹線は、 東京駅と新庄駅を結ぶ新幹線です。東京駅から福島駅までは東北新幹線に乗り入れ、福島駅から新庄駅までは在来線を走るミニ新幹線です。山形新幹線の列車名は一種類で、翼です。日本の新幹線まとめ。東海道新幹線は東京駅と新大阪駅を結んでいます。山陽新幹線は 新大阪駅と博多駅を結んでいます。九州新幹線は博多駅と鹿児島中央駅を結んでいます。西九州新幹線は武雄温泉駅と長崎駅を結んでいます。東北新幹線は東京駅と新青森駅を結んでいます。北海道新幹線は新青森駅と新函館北斗駅を結んでいます。 上越新幹線は東京駅と新潟駅を結んでいます。東京から大宮までは東北新幹線に乗り入れています。北陸新幹線は東京駅と金沢駅を結んでいます。東京から大宮までは東北新幹線に大宮から高崎までは上越新幹線に乗り入れています。秋田新幹線は東京駅と秋田駅を結んでいます。 東京から盛岡までは東北新幹線に乗り入れ、盛岡から秋田までは在来線を走るミニ新幹線です。山形新幹線は東京駅と新庄駅を結んでいます。東京から福島までは東北新幹線に乗り入れ、福島から新庄までは在来線を走るミニ新幹線です。今回は日本の交通、新幹線、 リニアモーターカーについての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。